アイキャンフライ広島の釜根地末竹仁です。皆さん、広島人大学ってご存知ですか？なんとここ広島で新しい大学が開校されるそうなんです。本日は御自らその真相を探るべく学長さんに聞いてみたいと思います。学長を呼んでおります。平尾純平学長です。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。学長、はい、ずばり広島人大学とは一体どういった大学なんでしょうか？はい、まあ、広島人大学、名前の通り大学でございますので、はい、学びですね。学びを通して人と人がどんどんつながっていくと、そういうふうな場を作っていきたいと思っております。街が丸ごとキャンパスということで、はい、広島県、まあ、丸ごとですね、うん、私たちの学び屋であるということに、まあ、まず展開の方法としてですね、そういう形を取っていきたいと思っています。まあ、私たちの広島人大学、大学がどうなっていくということではなくてですね、私たちは、まあ、広島の街がどういうふうになっていくのかということがすごく大事だと思っていて、まあ、広島の街がどうなるかということは、つまり周りごとにですが、広島の人がどうなっていくかで、その時に広島の人一人一人が広島の街に誇りを持って外の人、中の人に対して語っていけるような人たちがどんどん生まれてくればいいなと思っています。広島人大学、早速2月末から生徒募集がウェブの方で始まりますので、ぜひ覗いてみてください。どうぞよろしくお願いします。ちなみに今学校といえばね、校歌っていうのはつきものなんですけども、いや残念ながらまだないんですよ。